はい、どうもこんにちは、カンタです。今日はスターロードの累計が終わったので、累計報酬の S ランクアニバーサリー契約書を開封して、その後にアニバーサリーの60連目を引いていきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まず引いていく前に軽く狙いの選手を整理していきます。現在シリーズ2で持っているのはこの山田選手、そしてアニバーサリーの30連目でゲットした岡本選手、そして総力型で残念ながらオーダーには入らない鳥谷選手、この3選手以外が当たってくれれば普通に嬉しいです。ちなみに前回は堂林選手も A ランクを持っていなかったため狙いから外していましたが、ランダムのアニバーサリー A ランク契約書から立て続けに出たので堂林選手でも嬉しいといった感じです。というわけで当たりの選手は12分の9なんですけど、その中でも特に欲しいのは中日の大野選手、9位スタミナデフォルト同値でとても欲しいです。そして称号で9位スタミナ同値が狙えて、共に称号4位が4人確保できているこの千賀選手と涌井選手、この2選手がとても欲しいです。ということでこの3名の選手が特に狙いとなってきます。ちなみに60連目では大野選手を取ろうと思っているので、今から自チームを中日にしてやる感じです。ということでなんとか累計で特に狙いの3選手を引けるように祈って開封の方行きたいと思います。はい、ということで早速勝負の累計開封の方行きたいと思います。お願いします。さあ、なんとかね、特に狙いの3選手を当てたい。千賀選手、涌井選手、大野選手、この3選手の誰かを当てたい。でまあ、最悪最初に挙げた3選手以外当たってほしいですね。さあ誰が当たるかお願いします。本当にガチャの引きを取り戻したい。 OK、 森選手 OK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 、 まあ、狙いで3選手挙げたんですけど、まあ、4番目か5番目に欲しかったんですね。森選手はキャッチャーできてミート型でミートAできるっていうね、ちょっと自分の補強ポジション合っているのでかなり嬉しいです。はい、ということで累計開封のいい流れを引き継いでアニバーサリーの60連目引いていきたいと思います。ここでね、できれば2枚引きしたいです。で、中日にして60連目は大野選手を取りきます。いきます。さあ、2枚引きしたいですね。ちょっとほんとね、以前の動画見ていただけた方なら、おー、何今の、今の何、初めて見たんだけど、最初のなんだろう。まあね、以前の動画見ていただけた方ならわかると思うんですけど、もう1段2段ともにね、アニバーサリーのガチャはね、狙いの選手を引けずといった感じだったので、さあ、まあ、2枚引きしたいな。大野選手は回ってるんで、大野選手以外でちょっと2枚引きしたい。おー、いいですね、調子くん洗いましたね。まあ、演出もね、なんだかんだ確定の時ね、結構重要な気がしてる。まあ、平井選手 A ランクいいですね。まあ、2枚引きしたいな。てか最初何だったんだろう、自チーム確定か、あれは。さあ、まあそうですね、自治も確定してなかった。さあ、いやー、2枚引きしたいけどできなそうかな。はい、ということで、まあありがたくね、大野選手を受け取りたいと思います。はい、ということで大野選手受け取りました。まあ、大野選手ね、まあリアタイでね、たまに使うぐらいなんですけど、このツーシームがね、落ちるやつを自分は持ってなかったので、まあ、大野選手ね、また使ってみたいと思います。続いて11月になったので、スピメダルをどれに交換すればいいのか迷ってる方もいると思うので、どうすればいいかを解説します。結論から先に言ってしまうと、限界突破コーチに交換するのがおすすめです。ちなみにもうすでに自分も交換してあります。まあ、理由としては、まあ、シリーズ2の完全移行後に持ち越せるこの時期は S ランク契約書の価値はかなり高いんですけど、それでも限界突破コーチの方が価値が高いです。シリーズ2は OB がたくさん来るので、ランキングを走らない方やガチャを引かなくても毎回累計で S ランク OB が手に入る確率はあるので、そこで当たりを引ければ限界突破コーチの使用は必須となってきます。自チーム A ランク契約書が累計に2枚あったとして、1回に3枚程度は限界突破コーチを消費すると考えると、累計で3段くらい奇跡的に当たりを引き続けた場合、限界突破コーチは一瞬で消えてしまいます。いくらあっても限界突破コーチは足りないので、とりあえずは限界突破コーチは取っておきましょう。その上で S ランク契約書を交換する余裕がある方は S ランク契約書も交換していいと思います。自分は限界突破コーチを交換済みなので、 S ランク契約書もまあ完全移行した後に交換する予定です。続いて、まもなく来る選択契約書付き福袋で手に入る選択契約書について話していきます。この選択契約書で獲得できる選手はガチャ開始時点で排出されている選手のみです。つまり契約書を取っておいても、それ以降に追加された選手を獲得できるわけではないので注意してください。
そして選択契約書はすぐに引くべきかどうかについてなんですけど、これはすぐに引いてしまっていいと思います。ただ今現在契約書を貯めている方に関しては、完全移行後にその契約書類を開封するまでは取っておいた方がいいです。ドリームキャラバンで S ランク 30% 契約書を貯めた方なんかは特に、シリーズ2の S ランクは大量に手に入ると思うので、その結果を見てから選択契約書で取る選手を決めるのをおすすめします。続いて最近自分のねオーダー状況をあまり動画にしてこなかったので、今回ねちょっとだけ紹介していきたいと思います。ちょっとね今降格の危機なんですけど、火曜日でまあなんだかんだでねずっと覇王は維持できてるわけなんですけど、ちょっとね現状のオーダー、あこれじゃない、オーダーをねちょっとお見せしたいと思います。でまあ現状のオーダーね 82,082 で、ちょっとねコンボが 9,288 と、まあ全然ね今仕上がってないんですけど、まあ一応ね今育ててる選手で、まあ、柳田選手はアニバーサリー 3,500 で育てきったんですけど、ちょっとねこっちの、まあ、一時保存ってところにねまあこうあるんですけど、あとオーダーに入りそうなのが松田選手、山田哲人選手、岡本選手、この3選手が入って、まあ100アップでコンボは崩さずにあと300アップできて、でピッチャーの方もまあそうですね、有原選手が1回限界突破して、まあ、50程度上がって、で岩崎選手とディクソン選手もオーダー入ります。なので、まあ、あと550上がりますねここから。なので全て育て終わって82,630とか でそれプラスアルファで今日手に入った、森選手と大野選手かな、この2選手がオーダー入ることになるので、そうしてくるともう200ぐらいスピリッツは上がることになってきます。まあ、全て育てきったらそのくらいの、ね、数字になるって感じですかね。まあ、ただね今現状のオーダーだとねちょっとね覇王維持がねちょっと土曜とか日曜とかねちょっとドキドキし始めるような順位になってきたんで、ちょっとねそろそろ育成とかもね急いでいきたいと思います。まあ、多分ねスターロード終わってまあどうなのかな、育成期イベントとかもね挟んでくれると思うので、その時にね一気にね育成はしたいと思います。続いて最強決定戦に関してですね、現状は1345位といった順位につけています。まあ、最強決定戦に関してはまあオールパリーグで参加してるんですけど、まあ、自分で12球団で組んでるためそこまでねオーダーは仕上がってないんですけど、ある程度はちょっとこの前1回ミスたと思うんですけど、その時よりは仕上げたと思います。まあ、81,298でコンボが9,451です。まあ、ちょっとねユーザーの人口が増えてねなかなか上位入るの厳しくなってきたんですけど、どこまでいけるのかねちょっと見ていきたいと思います。まあね以前のそうですね、以前はセリーグ限定リーグで参加して866位といった結果でしたね。まあ、その前が3355位とか、まあその時によるって、あこの時890位とかですね。まあその時に結構順位よるんでね、まあ結構ね運要素もあると思うんですけど、なんとかねこちらも上位入れたら嬉しいかなと思います。本日の動画は以上となります。最後までご視聴くださりありがとうございました。まあ、自分とね同じくアニバーサリーでいい引きできなかったよとか、まあ、自分より悪い引きしてる方もたくさんいると思うんですけど、まあ、そういう方もね、まあ、しっかり気持ちを切り替えて、まだね最後の望みの選択契約書付き福袋が控えてるので、そこでの神引きを祈って頑張っていきましょう。ということでこの動画が良かった方は高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。